皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが11月21日に配信した、火曜日恒例の予言の4回目をご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年11月21日の予言。スピリットによれば来年は大企業に大問題が発生し、例えばウォルマート、ターゲット、ディズニーそしてホールフーズが挙げられます。特に手のひら認証を導入するホールフーズは不気味な感じがします。一時期スマートフォンで指紋認証が使われていましたがそれは撤廃され今では顔認証が使われています。もちろんそれらの個人データは電話会社を通じて保存されていますが、サングラスをかけていたらどうするのでしょうか。本当に奇妙なお話です。私は手のひら認証の装置をホールフーズで見てから二度と行く気をなくしました。まさに目視録に書かれた獣の刻印が着々と導入されており、私が予言した通りの状況になりつつあります。チャット GPT をご存知ですか？これはサム・アルトマンによって作られました。彼はまた AI のゴッドファーザーとも呼ばれています。彼は自分が持つ会社で経営者の座を追われました。先週何者かが取締役にメッセージを送り、彼がビデオチャットに参加したところで追放されました。これは CIA の仕業だと直感的にわかりました。これが今私たちが生きている世の中の現実であり、グローバリストや政府は FBI や CIA といった適当に名付けた組織を暗躍させているのです。私たちが開発した技術を使い私たちに敵対するために政府が仕掛けてきます。スノーデンは闇側のやり方を一般公開しました。Facebook が作った顔認証システムはユーザーはどんな人でどのような人たちと交友関係にあるかについても、店で何を買ったのかも、いつトイレに行ったのかさえ分かってしまいます。なんと狂ったお話でしょうか。スピリットは来年に注目せよと言っており、スノーデンやアサンジといった内部告発者が前面に出てくるそうです。予言によっては先ほどの病院のお話のように予言した直後に的中する場合もあれば、年初予言のように的中までに2年以上かかるものもあります。以前見た予言が再び頭に浮かんだ時はその予言が的中する前触れなのです。3人の人たちをスピリットは見せており、2人は男性で1人は女性です。その3人はほぼ同時に表に出てきますが、そのうちの1人は告発した直後に交通事故という名目で消されるかもしれません。そのような人たちが出てきたら決して目を離してはいけません。地震がたった今フィリピンを襲いましたが、すでにそのことについては先週の定例予言でも予測していました。マグニチュード 6.7 の地震がフィリピンに到来しましたが、予言した通り高層ビルが壊れ、クレーンが落下しました。それ以外の場所での地震について以前からアイルランドとイギリスでの小規模な地震を警告してきましたが、イギリスでマグニチュード 2.7 の小さな地震があり、11月19日にコーンウォールで発生しました。とても珍しいお話ですが実際に予言が的中しました。これから多くの人にとって旅行が悪夢となる時期が来ますが、特にアメリカでは大嵐が東海岸に来ています。路面凍結により多くの事故が起こるのが見え、大きな橋でのトラブルが大規模な氷の嵐とともに発生します。その氷の嵐は今週か数週間のうちに到来すると思います。アメリカやカナダ、フランス、イギリスそしてオーストラリアにおいてとても警戒しなければならないことは、政府がインターネットを支配しようとしていることです。そのようにしてグローバリストのワールドエコノミックフォーラムはこの星を監獄に変えようとしています。政府が全面的にインターネットを規制する法案が審議されており、違反した企業には罰則が科されるそうです。2024年の大統領選挙の直前でインターネットを規制しようとしています。
オーストラリアでも同様の法案が審議されており、闇側はもう私たちを奴隷にしようと必死であることがわかります。もはや私たちには自由はないのでしょうか。アメリカでは強制的に車を破壊できるスイッチを義務付ける動きもあり、政府はいつでも人を車ごと排除できます。これこそ独裁国家そのものです。すでに警察にはレーザーガンでエンジンに照射すれば止められる技術があります。もし政府が乱暴に乗っ取られたなら車ごと人を排除しても何とも思わないでしょう。オーストラリアもインターネットで人々を奴隷にしようとする動きがありますが、人々はほとんど警戒していないようです。そのやり方には一貫性はなく、不透明でもあります。オーストラリアでは新たにネットを規制する法案を準備しており、すでに今年の半ばに可決されています。ネットや電話会社だけでなく、半導体メーカーにも受け入れるべき情報を判別する機能を搭載するよう働きかけています。政府は皆様が書くテキストメッセージにすら規制をかけてくるのです。オーストラリアもアメリカと同様に大変な状態になっています。そのような事態はすぐにやってきます。きっと大変なことになるでしょう。今年の初めからお伝えしていますが、有名人たちがハエが落ちるようにこの世を去ります。政治家や芸能人、そして上流階級の人たちです。つい先日もジミー・カーター元大統領の妻であるロザリン・カーターが逝去されました。これでジミー・カーター自身も近いうちに後を追うであろうことは想像に難くありません。スピリットによれば彼女の死は多くの有名人の旅立ちの始まりだそうです。これから多くの有名人たちがこの世を去るのを目にすることでしょう。もちろんハリウッドセレブもいるでしょうが、それは以前予言した通りです。では次は一体誰になるのでしょうか。 JB はすでに予言しており、多分彼ではないかと思います。また DT の可能性もあり、闇側は彼を排除したがっています。また JFK ジュニアも頭に浮かびました。しかし闇側の思惑通りにはならないでしょう。以前ロンドン橋が落ちたという言葉が頭に浮かんだ直後にエリザベス女王が逝去されました。今ではロンドン橋はデモ隊で埋め尽くされましたが、今年の年初予言で通りが抗議者のデモでいっぱいになるとお伝えしています。それでも来年に比べればまだ生優しいものです。多分これからロンドン橋で何かが起こるのでしょう。偶然というものはないのです。 Amazon の手のひら認証についても触れましたが、今年の感謝祭のディナーがいくらかかったか皆様もご存知だと思います。七面鳥が40ドルなどとまるで詐欺に遭っているかのようです。多分2025年には1ドルに戻っているでしょう。実際に値段は上がっていても安くなっているように錯覚させるのです。私は反戦の立場ですので、停戦を求める抗議行動に賛同します。この日はアメリカでは感謝祭の前日ですので、何かが起こるのかもしれません。今ある平穏な状況がこれからも続くことを願っています。この日は瞑想するのが一番なのかもしれません。明日は2024年の第1弾の予言を配信しますので、どうか皆様楽しみにしていてください。また近いうちにお会いしましょう。皆様も日々感謝して過ごしてください。不平ばかり言う人には天はさらに多くの不満を与えます。人に親切にできるのでしたら他人にも受け入れられます。自分に対して大胆に親切に、そして正直でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。 FBI や CIA を適当に名付けた組織と言い放つジョセフさんには笑ってしまいましたが、おっしゃる通り適当な名前ですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。